さあ決戦の舞台にやってまいりました。こちら ZOZO マリンスタジアムでございます。本日はクライマックスシリーズファーストステージ千葉ロッテマリーンズ対福岡ソフトバンクホークス第3戦でございます。はい、今日勝った方が、大阪行きのチケットを手にするということで、本日、お隣に、いません。ずっと今年1年間共に応援してきた相方スミガー TV さんがいません。今日は一人で観戦です。なんですけど今日ね、あの海浜幕張駅である方にお会いしました。ご登場いただきましょう。はい、どうも全力絶叫 YouTuber ビーモレルです。ビーモレルさんにお会いしました。あ、今日清掃じゃないですか、あのユニフォームとかは。あ、今日はね、どっちを応援とかいうあれでは来てなくて、はい、僕はヒロミお兄さんじゃないですから、ビーモレルですから、ね、今日は、吉めぐのあと増田選手の登場軸を聞きに来ました。目的はそれだけです。そうね、ユニフォーム着て一緒に歌えたらよかったんですけどね、はい、やっぱね、この試合勝った方がオリックスとやるってことで、はい、それでなんかどっちか応援みたいなのもね、それはフェアじゃないと思うんで。なるほど。僕はフェアに山口の応援歌だけを歌いに来た、それだけです。まあまあまあ、そのロッテソフトバンクの選手の点差なんかもね、はい、大事ですしね。そうですね。まあということで、まあお互いに観戦はするんですけども、目的が全く違いますと、はい、いうことで、ただしかし、僕が本日求めているのは本当ファイナルステージのチケットを手にすること、そして、このお隣にいるビーモレルさんにリベンジすることが目的ですので、本日、まあ、外野席ではないんですけども、まあ内野なんですけども、もう気持ちは外野なんで、今日ももういつもの外野にいる時と同じような、全力の応援、そして、まあ、選手たちにね、この応援が届けばいいなというふうに思います。必ず勝利をつかみ取りましょう。あらららららよし。あと球場の中では吉めぐコールは禁止で、はい、はい、お願いします、はい、ということでモレンツファイティング。モレンさん、はい、スタメンを見ていただいてもよろしいですか。スタメン、スタメンどうした。なんか結構だいぶ変わってるみたいで、荻野、藤岡、石川、ポランコ、岡、ブロスを茶谷、キャト、中村、山口は？俺は山口の応援歌を聞いた。山口どこ行ったお前？は？帰ります。お疲れ様。あるしょ。さあ、押すな、完璧。
島。マジか。頑張れ三森、頑張れ頑張れ三森、頑張れ頑張れ三森。さあ行こう燃え上がれ、いつまでもどこまでも俺たちは止まらない、こう叫ぼう誇りを胸に。Come on, baby.